長崎市の高台寺で行われた座禅会には北九州予備校長崎校の生徒およそ70人が参加しました。2ヶ月後に迫った大学入学共通テストを前に気持ちを切り替え、集中力を高めるための座禅会です。雑念を払うべく自ら検索を受ける生徒も。毎日12時間以上勉強に励んでいる生徒たちはおよそ25分間の座禅を通して心や体を整えました。足がしびれたのはちょっと痛かったですね。これから集中力が大事になると思うので、今日のことを思い出してあと2ヶ月間頑張ろうと思います。大学入学共通テストは来年1月18日と19日の2日間行われます。